入来兄がマウンドに上がりました。7回裏ジャイアンツ、しかしまあ左投手を苦手としない坪井、柏田は皆さん見事にその役目を果たしました、ね、低めに来ればやっぱりちょっとね、初球が、ね、高めに来たカーブでしたからね、あそこで来れば危ないなという感じはしたんですけど、今シーズンのここまでの入来兄の数字です。入来弟の先発で始まりました今夜の阪神巨人5回戦、今夜解説稲尾和久さん、前見明信さんでお送りしています。ゲーム再開、甲子園4対3タイガース1点リード、7回裏ツーアウト1、2塁、打席に和田、4人目の入来兄です。連敗を今日で断ち切るためにはもうこれ以上絶対許してはならない追加点というこの7回裏ジャイアンツの守り。今日のゲームを迎える段階でバットマンレースの成績は6位でした和田、珍しく今日は三平札。まあ、かつて、ね、昭和30年代の、ジャイアンツの、名将と言われた水原さん、はい、この人の選手の起用の中にはですね、多分にデータ的なものがあって3割以上打ってるバッターは、はい、3打席ノーヒットでも4打席は必ず打つと、なるほど、最低でも4打席1安打はするから3割以上キープしてるんだと、こういう理論を唱えたことがありましたよ ね、はい、だから、3打席ノーヒットしかも三平札、普通ならこのチャンスによし代打、ところが水原さんは必ずヒットを打つんだ、なるほど、で変えない、ところが三原さんはですね、三原さんはその併殺の状況を見て平気で変えるという、こういう作戦が思い浮かびますね。入来兄を受けて左の代打も前さんタイガースねいますからね。そうですね、昭和31年から33年、若きの稲尾和久さんがエースで西鉄ライオンズが読売巨人軍に日本選手権3連覇した時の両軍の監督が今ご紹介にありました水原三原両監督ですよね。そうです、和田のボールカウント2エンド2、和田が打席に入って得点圏のケースというのは結構外野手3人が前に出ます。ですからヒットが出てもそれが得点にならないケースもあるんですが、これ2、3だと確実にヒットになれば点になります。そうですね、ジャイアンツのバッテリーはこの2、3まで持ってきたくはなかったですね。そうね、ボールカウントは2、3、セカンドランナー星野、ファーストランナーは新庄、カットしましたけれども結構外角遠めでした。前さん、これが今日1本でもヒットを打ってる、しかもあの凡退の内容も三平札じゃない和田だと見逃してますね。ですよね、はい、ちょっとあれね、構えてる時にね、かなり力が入ってるような気がするんですけどね、はい、もう少し力が抜けて柔らかさを感じるバッターなんですけどね。今のファールということになれば稲尾さん、バッテリーは助かったファールですよね。助かったファールですよね、1点差です。タイガース4対3と1点リード。これもどうでしょうか。今のボールですね、2ストライクからのボールの見極めというのはこの和田選手の特徴の一つですからね。そうですよね。しかし稲尾さん、2、3からストライクをあまり欲しがりすぎる必要もないとは思うんですが。そうなんですよ、それにしても本来だと外れすぎじゃないですか、入来兄。そうですね、
力が入ってますよね、まあ、無理もないんですけどね。切っていました星野、三塁を回って一気に狙いました。しかしボールをそらした後キャッチャーは落ち着いてました。7回の裏タイガースに点は入りませんでした。ゲームはこれから8回表ジャイアンツ代打が起用されるというところなんですが、結局2、3から実際のところは3つボール、和田が2つボールに手を出しましたが、最後はこれはもうバットの出しようのないショートバウンドの投球、大きくそれてスタートを切っておりました星野が3塁を回ってホームに向かいましたが、その場面見ていただきましょう。キャッチャーの村田が弾きました。まあ、この後は3番佐々木という場面だったんですが、打順関係なく今 2-3 でスタートを切ってただけに、どうなんでしょうかこの星野の走塁は。真さん、行きたいところですよね、はい、右一人でしょうけどね、ですよね、まあ、この辺が、この8回の攻撃にどう影響するかでしょう ね、ラッキー、アンラッキーがラッキーになるというケースでしょ。 2-3 でなければ自動的なスタートがありませんから、当然ランナー3塁ストップというところなんですが、ゴールカウントが 2-3 でした。